おはようございます。速稼塾の久保です。今日の速稼塾通販買ってみたのコーナーですけども、届きました。メルカリでレターパックで届きました。今日はね、またカメラを買ったんですよ。カメラといっても撮影用のカメラです。今これね、これ撮影してるのがそのカメラなんですよ。このカメラです。これと同じやつで撮影してます。で、これね、別の部屋にももう1台あるんですよ。で、1個は壊れちゃいました。ということで今回はほらポコンと送られてきましたね、白いやつ。同じカメラをね、注文してみたんですよ。お、かなり厳重に縛られてますね、これは。ここまでしたら開けにくいじゃないか。よっしょ、よっしょ。はい、ということで、またね、同じカメラが届きました。このね、クールピックス S6900 ってやつですけども、すごく使いやすい。というのが、バリアンブレーキ調でしょ。で、ここにスタンドがあるんでね、自撮りもこうやって立てることができるんですよ。こういう風にね。で、ここにもね、自撮り用のボタンがついてるんですよ。もちろん通常のボタンもあります。これで主に動画とかが撮れるんですけども、まあなんでね、同じのばっかりこうやって多めに買うかっていうと、操作が同じだから失礼しました、覚えやすいんですよね。で、あと完全互換性ですよ。当たり前ですけども、バッテリーでも何でも同じのが使い回せるんですよね。で、今回ね、バッテリーがだいぶいかれちゃったんですよ。これだけバッテリーがね、カメラのバッテリーがいかれちゃったんで、バッテリーを買い増ししようかなと思ったんですけども、こちらのクールピックスが1台7000円前後まで値段がね、メルカリで落ちてましたんで、これを買った方がいいなと思ったんですよね。で、カメラ落として壊すことがあるんですよ、そうした場合でもすぐに次のカメラがポンと出てくるんで、何も困らない、慌てないって感じですよね。場合によってはニコイチにして修理するってことも可能ですしね。すごくうまくやれています。まあ操作が全部一緒ってのがいいですね。まあ、カメラ転売はじめカメラたくさん扱ってきましたけども、自分用のカメラはこのクールピックス S6900 1本に絞っています。今回ね、2台同時に買ったんで、今日中にもう1個届くと思うんですけどもね、まあ、こういう同じカメラばっかりですね。だからね、こういう風に私の場合は使っております。まあ、ただそれだけなんですけどね。はい、以上でございます。